皆さん、はじめまして。私はメルビンです。エルサルバドルから来ました。エルサルバドルは中央アメリカの小さい国です。エルサルバドルには観光地があります。今日は私の国の有名な観光地を3つ紹介します。一番有名なビーチ、ポンタロカ。ポンタロカビーチは首都から30分くらいです。ポンタロカビーチは世界で一番サーフィンに海の一つです。今年の4月、中央アメリカで初めてのサーフィンの世界大会が行われ、世界から105人のサーファーが集まりました。一番有名なカサン、イサルコ。イサルコカサンは1770年に誕生した世界で一番若いカサンです。首都から北西45キロの場所で、そばにはサンタアナ湖があります。その火山で観光客は漁港登山をします。イサルコ火山は国のシンボルです。一番有名な古代都市、スチトト。スチトトは、教会や丸石の道で知られて、知っています。レンパカワニアル、ジンココヤ、セロングランデダムガアル、シトランコノケシシワ、サイコです。私の国に聞いてください。ありがとうございます。私はサーフィンを好きです。エルサルバドル首都はサンサルバドルです。メルヴィンさん、エルサルバドルに行きたいです。春、夏、秋、冬、いつが一番いいですか？エルサルバドルは冬と夏あります。